皆さんこんにちは、マーシーです。本日は2021年7月29日木曜日11時37分に撮影しております。私マーシーは8月1日日曜日からいよいよ倉庫作業短期アルバイト、倉庫で梱包作業の短期アルバイトがスタートいたします。期間につきましては8月1日から約1ヶ月間になります。今回はゴールが見えている分1ヶ月間だけということなので、気持ち的には非常に今メンタルが楽な状態にあります。そしてね、1ヶ月間だけということなので、今回は本当に最後まで続ける自信があります。ただね、世の中何が起こるか分かりませんので、私マーシーも本当に毎回働くたびに、仕事が決まるたびに、今回こそは本当に長く勤めようという気持ちと気概を持ってお仕事に臨んでいるつもりであります。最後まで今回1ヶ月間の契約期間満了を確実に迎えるために、私マーシーは以前から温めておいた企画があるんですよ。もし1ヶ月間、8月1日から8月末までの1ヶ月間契約期間満了した場合、自分に対するご褒美として以前から温めておいたある企画を実行に移します。私マーシーの YouTube のチャンネルは、一応私マーシーは就活系 YouTuber として活動しております。ただ視点を変えてマクロ的な観点から考えますと、無職系 YouTuber とも捉えることができるんですよ。それで考えますと、私マーシーの動画はだいたいいつも就活ネタばかりで、たまにねコメントでもいただきますが、いつも同じ展開になっていると。確かにそれもそうなんですよ。私マーシーの大体のパターンは、仕事辞めました、落ち込みます、メンタルが回復しました、バイトに応募します、面接が決まりました、そこで引き笑いをします、そして面接の様子を動画で語って、面接が終了して歳費の連絡が来て内定をいただきましたと言って、引き笑いをして、そしてその後に出勤しました、出勤しませんでした、そして仕事を辞めました、バックれました、みたいな、これが私マーシーのスパイラル展開となっているわけなんですよ。これだと大体いつも同じパターンなので、今回いくらなんでも最後まで続ける自信があると言いましても、何が起こるかわからないので、契約期間満了を確実にするためにも、私マーシーは以前からどうしてもやりたい企画があったんですよ。温めておいた企画があります。それを実行に移すためにも、今の状態だと、メンタルの状態だと、中途半端なメンタルの状態でやっても面白くないので、1ヶ月間契約期間満了して自分に自信をつけてから、温めておいた自分に対するプレゼント企画を実行に移したいと考えております。ただ世間的に見れば、たかが1ヶ月かよと思われるかもしれませんが、私マーシーの去年6月以降の職歴を考えてみますと、一番長く続いたお仕事が9日間なんですよ。高原野菜アルバイト9日間で、その次は正社員販売のお仕事7日間なので、1ヶ月間続けることがどれだけ自分にとって、私マーシーにとってすごいことか、この負の実績を考えていただければ、1ヶ月間続けることは本当に自分にとってすごいことだと考えております。頑張っていることなのではないでしょうか。なので頑張ったご褒美に、あるプレゼント企画、温めておいた企画を実行に移します。そのためにも1ヶ月間何が何でも契約期間満了まで絶対に頑張って続けますので、皆様応援のほどよろしくお願いいたします。以上、マーシーでした。